ビルの上を渡っていきましょう。今そちらにルートデータを転送します。受信完了。行動再開だ。 戦闘シフトモード T ビット。了解。バトルポッドロロ展開。よーし、やっと出番だ。おっとソラ、アキラくん、ブリッツの残量には気を付けてるかい？ブリッツラッシュや影炎を使うと消費されるブリッツ、地上にいれば自動で回復するけど、下を2回 素早く押せば自力でリロードできるぜ。リロードは空中でもできるけど、すごい勢いで着地しちゃうから、足元には注意することだね。その姿、スネラギの能力者か。 答えはイエス。そしてお久しぶりね、少年。俺に能力者の知り合いはいない。おとなしくミチルを返せ。そうすれば比較的安らかに神の身元へと送ってやろう。あら、この姿では初めてだったかしら。ならば皆さん、我が愛を。私の愛は変幻自在。 ジェンダーの壁をも乗り越えて、すべてを包み込む究極の愛体現者。アンテーラ、貴様はかつて俺が倒したはずだ。君が倒したのは我が愛のダム。これがミラ、我が愛のセブンス。はっ、くだらん。貴様が鏡だというのなら、 この俺がすべてを支配し、骨身ごと砕くまでだ。<笑>実にエキセントリックな返答はありがとう。このまま君と心ゆくまで語り合いたいところだが、あいにく今より私はあまねく世界に我が愛を広、またをアデュー。待て、
ご無事ですか、アキラ様。無傷だ。フラッシュフィールド、化け物由来の力にしてはなかなかの使い勝手だな。本当にあのフェイザーを起動したとあれば未知の相手です。しばらくはその建物を盾にして進むのがよろしいかと。ああ、そうさせてもらう。 完了。つまらん玩具だ。これは、アキラ様、大変です。危険な落下を始めています。このまま落下した場合、超高層ビルに衝突。中にいるミチル様は。